そうですねもうあのいろいろたくさんあの思い出深いコンサートをやらせていただいてて、まあ、もちろんコンチェルトが多いのでいろんなコンチェルトもやりましたもちろんメンディスソンとかそういうスタンダードなものもやりましたし外国のオーケストラともやりましたしあとリハウト・シュトラウスとかあの面白いレパートリーもずいぶん演奏したと思いますあとはリサイタルで1回あのピアノと、えー、やった記憶があります。 やはり最初がそのシノポリさんのオーディションだったので、えー、と確かフィルハーモニア官が来た時にソリストとして私がシベリスのバリーコンコチャートを共演したんですあのステージの上で演奏していて非常にその自分の音が分かるというか自分の音がどういうふうに伝わってそしてそれが自分に戻ってくるかっていうことを分かっている時の方が思うように表現ができる。 思うんですねでサントリーホールの場合は私はそれができるホールなので非常にいいいいいつも弾いていて弾きやすいと思います普段室内楽をする機会があまり多い方ではないのでこの機会にそれこそもうあの大御所の方も含めてあの演奏できるってことは本当に演奏家として今の私にはとても大事なステージになっています。 ブルーローズはリサイタルでも何回か演奏してるんですけど横向きの時と縦向きの時といろいろアレンジの仕方があってまたそのピアノとやるのか弦楽器だけなのかによってまたちょっと違ってくるのでまあ響きとしてはこう自分たちで探り当てて一番いいところを作れるホールだと思います。 チェンバムエスエクガーデンの時は毎年こういう感じ横でえっとやりますけれど、別の角度から演奏家のステージを見られるという意味ではお客様にとってもあの見応えのあるステージ配置になってるんじゃないでしょうかね。私も演奏していてなんて言うんでしょうねあの。 もちろん皆さんエンジョイしてくださってるの伝わってくるし体が動いたりなんかして声が出たりするお子さんもいるけれどもそれが逆にその音楽とのつながりっていうものを感じることのできるとても私にとっては貴重な体験ですね。で終わってから来てくださったお子さんたちとか親御さんとお話しする機会もあったんですけどもう本当にかあのこちらも感動 ししました世界の音楽界日本の音楽界も含めてっていうその場場としての。 なんて言うんですか、ね、価値がさらに加わっていくと思うんですねですからあのそういう意味でも演奏家もそこで弾くことを楽しみとするし来る方もそれを一つの楽しみとするしっていうことでこう音楽が盛り上がっていける一つの大きな場になり続けていただきたいなと思いますね。